ですよね。だからいいスコアが15アンダー20アンダー出ても、あそこだったらじゃあ自分でも試せるかな、逆に言えば1アンダーしか出ないって、そんな難しいコースあんのって、またじゃあそこで挑戦してみようかなとか、いろんな挑戦の仕方があるはずなんで ね、 そ、 うですね。だからその挑戦の仕方を自分で自分のコースマネジメントでやっていけたらいいんじゃないかな。だかそれが自分のゴルフであって楽しみなんじゃないのかな。でそれを我々がいかに、放送して伝えられるかですよね、うん、だから見ている人しか、やっている人しか分からない部分、見ている人しか分からない部分、これは両方あっていいはずなんです、はい、うん、なきゃ嘘ですから、うん、そうですよね、うん、ですからこの18番がクライマックス、うん、本当に素晴らしい場面が多々ある美しいホールなんですけれども、うん、これあれですね、和田健太郎、これあれですね、18番ワンストロークできたら面白いね、はい、そうなんですよ ね、 ね、めちゃくちゃ面白いと思います、うん、めちゃくちゃいろんなことが起きると思いますよ。ただ風吹いてないからそんなでもないんじゃない半分ね、昨日の雨じゃないけど、少しそういう風でもいいから吹いてたらもっと面白いんだよね、はい、ああなるほど、あのやってる人には悪いけど、あ、うん、まあ、そうですよね、そういう自然が巻き起こすドキュメンタリーというか、ハプニングもありますし、おっとトップの佐藤が13アンダーになりました。わお、ですからもうこれは5ストローク、うん、15番に入ってます。いや、まあ、あの逆に言えばこれ今佐藤君って攻めてるからいいんだと思いますよ、ね、はい、逃げてないと思います。多分そうですね、あの、うん、プレーぶりを見てても逃げるところ一切ないですもんね。そうですか、うん、今ちょっとその佐藤君のちょっとゴルフを見てみたいから、 そうですか、その辺まで言いましょう。わかりました、はい、これは今第7組の第8組の内藤博太郎とユン・セジュン、和田健太郎、今のが和田健太郎でした。これがユン・セジュン、もうユーティリティですか、これユーティリティですね、はい、240ヤードぐらいですね、ピンまでここから、うん、お、左行きそうだったけど肘逃がして、今度右行きすぎないよ、わお来ましたまたイーグルチャンス来ました会長いや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 、ここティーショット、これここまで飛んでます、内藤選手です。内藤博太郎はここから、あ、これだとちょっとスタンスがちょっと飛ばした意味ないね。そうですね、ですからこれだともうレイアップで、まずはこちらに置いてということになります、はい、やっぱりなんですか、ティーショット確かに310ヤードは飛ばないけども、行かないだろうと思って打ったんでしょうけど、自分である程度コントロールしなきゃいけないよね。そうですね、うん、だからその辺がまだちょっと経験値が足んないのかな。伝えておきます、うん、はい、ね、やっぱあんないいボールってなんで刻んであんなとこ行くんだっていうのと、自分でも相当がっかりしてるはずですよ、うん、今ね、最終組のスコアは13アンダーと8アンダー、そうですね、はい、佐藤選手が13アンダー、うん、和田選、小野田選手がうん、8アンダーです。じゃあ昨日8アンダーでしたっけ、はい、今日5アンダー待ってんだ、はい、うん、今日はトゥデイ5アンダーって立派なもんですよ。そうですね、ただ今年1回勝ってるっていうあれもあるのかもしれませんけどね、はいはい、そうですね、うん、あと彼もあの PGA ツアーチャイナが今年主戦場だったんですよ。ああそうなの、はい、うん、4日間の競技をずっとこなしてるので、うん、はい、でこういうふうになって3日間っていうのはね、僕もなんていうのレギュラーツアーアメリカでやってて、はい、シニアに入った時4日間だと思って4日間の組み立てしてたのよ、はい、それで最終日にね、最終日だと思って3日目にトリビノにワンストローク曲げて、本当は曲げちゃってんだよ、よーし明日頑張ろうって、うちのかみさんにバカ今日で終わりよっていや、そういうのあんですよ。ありますか。なるほどね。へえ。だから4日間ねやってて、急に翌週から、だってその前の週はワールドシリーズだから、はい、ファイアストンで、はい、その翌週にシニア行ったら、でシニアって水木って、はいはい、トラマあるんですよ、はい、で木曜日はもう本番だと思ってやってたのね、ほで金土、あれ一日足んねえなと思って終わっちゃったんだよ、そういうね、こうちょっと抜けた感じなんだけど、やっぱり4日間の競技をやってて急に3日になると難しいですよ。なるほどね、うん、ただこれは逆に今度3日間の、アベマ TV ツアーからレギュラーへ4日間、うん、やるとこれはものすごくやっぱり体力がいりますもんね。結局精神的にこう体力いりますよね、うん、はい、で今リーダーの佐藤っていうのはですね、兵庫県の宝塚生まれで、
水上高校から、そして数々の冠を勝ち取って東北福祉大学、うん、はい、まあ、だからこれだけやっぱり難しいかもしれないと思ってるコースで13安打出るんですからね、うん、内藤3打目、この辺の人たちアンダーパーで出たんじゃないの、そうでもないの、ちょうどイーブンパーぐらいですね今日のプレーが、はい、はちょっとオーバーしたところですね、うん、やっぱりイーブンパーとかワンオーバーぐらいだと攻めなきゃいけないし、攻めていい結果が出てりゃいいんですけど、悪い結果が出てくるとどんどんあのいっちゃうからね、はい、メリハリはっきりしちゃうからね、うんうん、内藤博太郎、ユン・セジュン、そして和田健太郎の第8組、先ほどね、エリートグリップの社長がね、イーグル10万円だったら100人までいいですよって言ったら、60何人しかいないから大丈夫でしょって言って100人まで大丈夫ですよって言うか、100人いませんよって言ったんだそうですよね、今日は66名、うん、5オーバー55位タイまでが挑戦をしました、はい、でイーグルは今3人ね、はい、3人でも出るってことはやっぱパワー時代ですね、そうですね、明らかにそうでしょうね、フェアウェイもそんなに転がらないでしょ、今日はほとんど転がってないです ね、はい、さあ和田健太郎第3打、こういう可愛いあの若い人たちを見てるとさ、そのバシッと俺もやってみたいな、なります、ね、なります、絶対なるよな、確かこの選手俺と同じぐらいの飛距離だよな、あの辺まで行ってこうやって打ってとかって考えると楽しいです、うん、やっぱ、ね、はい、実際に行ったらもっと負けてたりさあ和田健太郎がどこまで寄せてくるか、これをバーで取るとパープレーになるのかな、まあ、今もお考えだったんですよ、あ、いい感じ、はい、うん、止まれ、まあ、あのカップから左右側は傾斜してるって、うん、オーナーの小久保さんが言ってましたから、はい、今日はそんなにイーグル出ないだってさっき一つ出たやったそうなんて言ってましたけどさあ内藤は4打目、3打目がグリーンオーバー、チップインしたりして、ね、そういうのを見てみたいと思いますね、いやそういうのをちょっとこうなんか見てる方でもさ、喋ってる方でもちょっとチップインしたりなんかしたらちょっと興奮するなとかだったらね、はい、思います、おお、いや、まあ悪いなら悪いなりに、ね、攻めのゴルフは忘れない方がいいよね、はい、あとはパッティングが大事だけども、はい、これでイーグルパットですか、イーグルパット、うん、ユン・セジュン、ほら10万円だと頑張れよ声が届くか、そう、その声が会長の声が届きますか、今36位だから、はい、これでパワープレーになると何位になるの、パワープレーですと25、26位ですね、ね、大体いいじゃない、その間に10枚は入ってくるんだから、はい、お金のことを一部一話してまずいけどいや、 やっぱりプロなんだからね、そうですね、ある程度お金のことも考えてやってもいいんですよ、はい、さあイーグルどうだ、トライです、来たー、イーグル来ました、4人目のイーグル、ヒットマンルアーから賞金10万円、いいね、これで人数分くれるんでしょ、はい、もう全員にですから 10×4 で今40万、はい、4人目出るもんですね、まだまだ可能性があります、これは今アプローチやった子ですね、はい、そうです、グリーンの左からアプローチ、うん、和田健太郎入れてバーディーか、はい、どうですか、あの会長、最近の若い選手たちのファッションとか、うん、ルックスとか、そのまだちょっとこのなんていうのかな、派手さっていうかな、はい、ええ、着てるものの派手さっていうのはなかなか、見えないですね、やっぱりね、
私も含めてね、はい、日本人って派手なものを着た時にいいスコア出さなきゃいけないとかいろいろ考えるんじゃないですか。はやっぱりなんて恥ずかしがり屋なんですよね。だから恥ずかしがり屋だからどうしても本当は今日あたり赤い一分とかなんとか着てみたいんだけどスコアが悪いとまずいかなとかさいろいろ考えちゃって結局こういう黒黒とか黒白とか白とかねそういうになっちゃうんですよね。そうですか、うん、だけどやっぱり海外行ったりなんかすると結構ジョン・デイリーだとかなんかいろいろ着てるんじゃないですか、はい、ああいうの着てもいいんだと思ってね、はい、やって、まあ、私が決勝最終日になると必ず黒のズボンに赤いシャツ着たんですけど あれタイガーズ真似したんじゃねえかなと思って、ね、そうすると会長はあれですか、勝利の色というか割と黒っていうのが好き。そうですね、最終日に、ね、赤系が多かったですね。やっぱね最初のうちは勝ってない時は意外と地味だったような感じするんですけど、はい、原色の黄色とかなんか着てたんですけど、はいはい、勝つようになってから赤が多いですね。ピンク系とか あとはこうなんて横縞のシャツとか、はいはい、そこに必ずピンクとか赤が入ってたり、はい、だからそれはね73年にね中村徹君と一緒にね、うん、スペインに行ったんですよ、はい、その時闘牛士見たんですよ。闘牛王、はいはい、あの時に黒と赤じゃないですか、はい、あれであの後から赤黒が自分で印象に入れて最終日にやろうかなっていう感じ、戦う気持ちを表すという、うん、で牛がこうもっと燃えるやつは赤で、はいはいはい、そうやって色を切り替えちゃうと闘争心失うみたいな、はいはいはい、そういうあれがあったんでそれでからやるようになったような感じですよ。なるほど、うん、そうですか、うん、だから何がきっかけでそういう色が着るようになるか分かんないですよね、うん、そうですよね、うん、だから若い人たちでもある程度な色を着て派手な、逆に言えば派手なゴルフするんだみたいな感じ、派手なものを着て個性、うん、はい、そういうのやった方がいいじゃないかなと思うんですけど、今は曲げなくていい、曲がらないクラブボールになっちゃってるから、はい、結局本人もやってる本にも曲がんなくなっちゃってるんじゃないかな、気持ち的に。なるほど、うん、だから割と似たようなっていうか個性が割とない感じになるのかもしれない、うんうん、それでやっぱりなんていうの、同じスイングにみんな見えるじゃないですか、うん、そうですね、ね、うん、それやっぱりボールとクラブの進化によって、はい、そういうような傾向が多いんじゃないかなとは思うんですけどね、うん、なるほど、うん、さあハンリーが18番のティーングラウンド、お、右に怖がって左の方行ったな、うわーっと、あーでも曲がんない、全然、全然、うわー飛んでます、何変なか、じゃあ結果的にはなさいよ、なんだ俺、右の左手、ね、左手で見ますよね、うん、今だからね、表情を見てね、はい、解説するのダメそうすると今度は遅いでしょ、結果が出ちゃってるから。そうですね、解説者って面白い、あ、この表情だって右かな、左かなって言うじゃないですか、はい、あれ、ああいうハンディみたいに今やってて、なんだダメだなって言って、いけかなって言ったら、ええなと思うんだけど、フェアウェイでした、今、見事な。結局、それだけもう上がんなくなったってことです、ね、ああ、そうですね。ただ、自分の感覚で当たりが悪いっていうだけですね。なるほど。さあ、レフティーが珍しいんです。ああ、本当だ、唯一です。今日はいいゴルフしてます。うん、新田明宏。何歳ぐらいですか？28歳ですね。はい。どうでしょうか、うん、いいところですね、はい、うん、で今これ右側に池があるので全然シャーシャーとしていってますもんね、はい、曲がらないからですよ、そう曲がらないから、そうなんです、うん、平気な顔していってますよね、ワクスミキヤスプーンですねこれ、はい、スプーンでも270ぐらいいくんだからね、アメリカのツアーだと300円だもんね、そうですねすごい時代になりました、はい、これもフェアウェイ、まあだけどみんなほとんどオーソドックスですよね、癖がないね、はい、癖がないです、はい、さあ17番パー3、和田翔太郎、左に打てないのか、彼は結構大きいフック打つ選手ですね、うん、あ、そうなんだ、はい、これが最終組の2組ぐらい前かな、ですね、2組前です、そうですね、2組前ですね、第10組、多い
や3番手の210何ヤードある初動だねこれ。そうですよ、はい、ね、左が全部池のところです。これこんなにあったっけってさっき聞いたんだけど、ありましたって言うんだよ、うん、じゃあ俺なんかスッポンかクリークで打ったんじゃねえかなと思ってね。その当時の記憶っていうのはもちろん鮮明にあると思うんですが、いや鮮明というよりその場所を見れば思い出せますね。あ、なるほど、ただ来るときにポッと見たとき18番うんここだボギーして勝ったんだとかって、ね、でもあの時は世界転戦なすってて、これでここでやるんだったら、うん、ギャランやるんだったらっていうんでお帰りになったんですってね。そうです、うん、だってコースを見たときに、うん、あこれは飛ばなくても曲がんなきゃ勝てんなと思ったもん。はあ、だから自分のこのなんていうのやりたいようにできるコースだなと思った、うん、それが28年前にそうやって思ってたって言うんだから少し頭いいんだね、うん、いやいやいやそりゃイケイケで頭脳明晰でも、ね、魅力的な青木功さんっていう方がいらっしゃった、だから飛ばなくてもここは絶対グリーン周りうまかったら勝てるなと思ったね。ティーショットが、ね、うん、上がる人は結構きついですよ。やっぱ上がる人はきついと思う、はいはい、そうでしょうね。でも今でも再放送で当時のトーナメント放送されると、うん、1980年代半ばぐらい、うん、皆さん個性的で面白かったですね。もう私なんか左目でスライスやったら右目でフック打ったり、そうかと思えば杉原さんみたいにこうね稼いで絶対240ヤードぐらい飛ぶんだけど、それ以上飛ばそうなんて思ってないし、もともと飛ばなかったのかもしれないけどだからあの人がねクリーク持たれると、はい、我々が、ね、7、8番持ったのより近く寄るんですよ。はあ、だからその近く寄るから先に入れてね、パッティングで入れちゃうと、なんやお前はマグレやなとか言ってで自分で外すんだそういうのが結構ありましたよ。そうですか、うん、グリーンの上で今4本前からでしょ、はい、あれが取ってたらね、ギャラリーの人たちがその声を聞いてるだけで試合なんか見てなくてもその方が楽しかったんですよ足の引っ張りっこですから。足の引っ張りっこ、うん、そういう時代面白いですね。だけど悪気があってやってるんじゃないんですよね、なんとなくこう、はい、人を気にさせようとしてるのかな。杉原さんはそういうのがうまかったでしょ。そうですよね、うん、はい、まさにミスター個性という感じだった。そうですね、まあ、関西のドンって言われるくらいですから、はい、だから関西の人たちはあまりあの杉原さんと話しないそうですよ。あの、まあ、中村徹だとか、なんか、はい、あの茨城一派っていうんですか、はいはいはい、あの人たちは行動を共にしてて、はい、いろいろ遊んでなんかしてたらしいですけど、他の人ってあんまり入れないみたいですね。はあ、うん、我が強くて強くてだから我々もやっぱり関東の人でも、はい、ジャンボのところと、うん、私のところと別行動ですからね。やっぱあるんですね。あるんでしょうね、うん、そういう一派というかいい意味でね、いい意味でね、お前何やってんだよってこうなんていうの、試合終わった時にご飯食べて一緒に食べて、お前パター悪いな、パター練習しろなんて言いながらね、人の欠点ばっかり言ってねいいとこなんか一つも言わないですから、うん、いや面白い。でもそういう当時のお話を伺ってたらもう時間を忘れるぐらい本当に楽しい話さあレフティの新田明宏、日大出身ですが、この人はフックボールって言うならこの18番攻めやすいな。フックボールだそうです。あ、そう、持ち球、はい、で逆に言うとこのフックボールだと18番ティーショットバンカー狙ってフック打ってくるのが結構難しいんですよ、はい、これ。そうですよね、あのバンカーにアライメント取るとミスしますよね、そうですね。これで右の、あ、左のバンカーじゃないけど土手の方狙ってフック打ってきたのでちょうどいいところに乗るんじゃない。まっすぐ来るかどうか分かりませんけど、さあどうだ。さあ来た来た、ちょっと大きかった。ここからは難しいんですが、まあ四角は2パットでは行きたいですね。そうですね、さあハンリー、あの会長はゴルフを始めたきっかけっていうのは直接は何だったんですか。直接始めたきっかけはね、はいはい、まだご老中に入ったきっかけは親に小遣いもらえないんで小遣い欲しさにキャディーに入ったの。なるほど。でキャディーに入っててメンバーの人に着いたらね、チョロして笑ったの。
運悪く月に3回着いたのその人に、はい、それでまたその時も忘れてて笑ったの。そしたらちょっと関西の人なんですが、わしかって一生懸命打っとんのになんで笑うんだって言われて、はい、わしは練習場行くぞ、また練習場行ったらまたお金もらえるからいいなと思って行ったんですよ、そしたら打ってみーって言われて、はあ、でキャデを打っちゃダメなんですって言ったから、わしがいいって言うのがやれって言われて、はいって言って打ったら空振りですよ、はあ、だってやったことないんだから、はあ、そしたらほなみわしがって笑いたいわとかって言ってね、はあ、でくそーと思って、それから当たるまで練習したのがゴルフやるきっかけ。はあ、そうですか、まあその話をすると長いんですけど、はい、その人がプロになったらケニースメスって昔あったでしょ、はいはい、あのクラブワンセット買ってあげると、はあ、ね言われて、よし買ってもらおうと思って、なりましたって言ったら買ってあげるっていらないって言って、で1勝するまで、10勝するまで、20勝するまでって、20勝するまでにたまたまアメリカ行くようになっちゃって、帰ってきたらなくなっちゃったんです、その、はあ、でそのお母さんが、青木さんには金があるからあの遊びに来てご飯食べてきなさいって言われたのが、今で言うと、これ言ってはいけないか悪いか分かんないんですけど、新橋にある種金田中ってあるでしょ、あれ料亭の親父さんだったんですよ。そうですか、はあ、いやこのハンリーっていう選手は、うん、お母さんに教わったのがきっかけだったんですって、だからいろんなきっかけがあるなと思って、ま、相手がそういうお母さんとお客さんを笑ってやらされたみたいな、はい、うん、はい、全然こう人のきっかけって何があるか分かんないですよね。そうですね、本当そうです。田島君はどうだったの？僕はあの父がゴルフやってたんですけど、ずっとこう学校の先生、体育の先生だったんですよ、うん、でまあオリンピックのコーチとかもやってた人なんですけど、うん、まあ、あの学校の先生だから試合には出れない、うん、でも自分ですごくこう練習してて、うん、ハンデキャッププラス2まで行ってたんですよ。お、あの時パーシモンで陸上やってたから、うん、ドライバー糸巻きバラットで本当に300ヤードぐらい飛んでて、うん、あの加瀬さんとその当時僕はちっちゃい頃に同じ試合でうちの父が回った時に加瀬さんより前行ってましたから、パーシモンで、はあ、はい、だって加瀬はパーシモンじゃなくてメタルです。メタルになった方があれは上手くなったもん、はい、あれパーシモン今までやってたら加瀬はいないよ。あ、なるほどね。ジャンボと一緒、ジャンボもパーシモンの時は曲がったの、はい、ではメタルになってから強くなったのね、はい、歴史ですよね、そういうだからクラブが変わることによっていい人と悪い人いますね、はい、どんどん格好も来てるんじゃないですか。あ、そうです、もう青木さんの話が貴重すぎますよね、はい、いろんな本当にまあやっぱあの、うん、一つ、ね、青木さんに聞きたかったのは、うん、まあ、昔糸巻きバラタと、うん、そのパーシモンで、はい、まあ、今こうやってチタンと、うん、まあ、硬いボールになってるじゃないですか、うん、まあ、一番その感覚的に変わったっていうのは何せね、変わった時にね、球離れが早くて、あ、なるほど、疲れた自分が手でこうやって細工する方じゃない、はい、細工する前に飛んでっちゃうんだよだけどその当時もう私はこのパシモからこれに変えるまで一番最後の方だったんだけど、周りがうるさくて、はあ、カーンカーンと音するんで、あ、でもしょうがないなって打ってみたら結構飛ぶじゃねえかってそれからなんだこれだったらもっと早く使えばよかったみたいな感じあったんだよ。なるほど、うん、あまり周りがうるさいんでこんちくしょう使えばいいやと思って使ったら良くなったんだよね。だけどちょっとあと5年ぐらい早かったらもっと買ってたんだよ、うん、そうですか、うん、まあ、だそれもやっぱりね自分のこのなんていうの歴史だからね、うん、あんまり器用じゃなかったんだな。そうですか、うん、だからこのボールとクラブに変わった時体壊したもん。あ、コンディショニングをやっぱり崩すんですね、はい、バランスを結局まあ、我々よく抜けるっていう言葉を使うんですけど、はいはい、当たってすぐ離れるんじゃないですか、うん、スッとこう抜ける感じがあるんですよ、うん、バラタだとこう一回止まりますからその分だけ体には負担かかんないんですね、うん、そういうのを分かってからだいぶゴルフ変わりましたけどね、はい、だから常にやっぱりゴルフとは何だ、うん、自分に合ってるのはこれなのかあれなのかって常にこうなんて言うんでしょう、好奇心っていうか、うん、前向きに自分に取り込んでいってたからそうなったのかなって感じはあるんですよね、うん、好奇心、この山田が36歳、うん、
どんなフォームでしょうか。ちょっと見ていただきましょう。年は関係ないよ。はい。年は関係ない。はい。年齢は誰でも取るんだから。そうですね。はい、うん、右です。そうか、今度田島君、ちょっと俺元気になったら田島君ところやってみ、お願いします。いいですね。いや、こういう会話の中でね、はい、やってみたいなって人いるじゃないですか。そうですね、うん、私こう見えてもあの A 級シードの選手の中で青木さんだけ回ったことないんですよ。ないだろ。ないです。はい、ないよな。ないです。だって俺覚えてないもん。、うん、ぜひ今度よろしくお願いします。ね、はい、やっぱりこうなんて言うんだろう、こういうなんていうの、こういうアブマツアーでもね、はやるときにちょっと来て、はい、早めに来て1回ぐらいやってみたいな。お願いします。おお、ここでやるのかみたいな感じでさ、はい、うん、青木さん、あの沖縄出身の嘉数なんですが、沖縄っていうのはあのゴルフが本当にあれですね、やる土壌があるんですね。ですね、やっぱりあのゴルフ場そのものが、はい、あのジュニアを育てようという、あのあれがあるんで、はい、すごく沖縄の子たちはうまくなるっていうか、うーコースもまたあの下が硬い、はい、かったり、なんていうのかな、グリーンも硬かったり、いろいろ高麗芝なんで、芝がそうですね、だからそういう意味ではすごくこう基本ができるかなって感じですね。嘉数照道は3アンダー8位タイグループ。うーん、左ってんの、あ、これお見事。あんまり左ってない。いや、1メートルしか違いない。左だから行かなきゃ入ったってこと。そういうのいいように解釈しようや。ね、うん、この17番は50万円のホールインワン賞、栄運輸工業株式会社から送られることになっていますが、現状はまだホールインワンは出ておりません。だいたい8番か9番ぐらいですよ、これ。9番ヤンぐらいだと思いますね。良さそうだよ、ちょっと。あ、視線が、うん。視線が良さそうだよ。ああ、うん。はい。いいショット。だけど、本当淡々として打つね。行かそうなんて思ってないもんね。スイングすればもう行くもんだと思ってもね。うん、そういう表情ですよね。はい、なるほどね、うん、そうですね、言われてみれば、うん、ただちょっと方向はこっちあっちっていう仕草するだけだね、うんうん、高橋がワンオーバー32位タイグループ。だけどみんなこの背が小さい大きいに関わらずよく飛ぶよね、はい、そうですね、ね、ああ、やっぱりそれだけのこの筋力アップのトレーニングしてんでしょうけど、そうです ね、筋肉のトレーニング、筋力のトレーニング、ずいぶんトレーニング方法変わりましたよね。そうです ね我々みたいにの、あのなんていうのかな、歩く日本人で、日本人ってのはあの農耕民族とか歩くのはすごいです、はい、できるんですよ、はいはい、上が小さかったんで上を作ることをよくやりましたけどね、うん、なるほど、うん、まあ、上ばっかりじゃないんですけど、それに伴って下も鍛えたんですよね、はい、今はなんかこう食べ物の違いもあるのかもしれないけど、はい、すごくこうあれですよね、平均的に筋力両方つけてるよね、はい、うん、まあ、一緒にやらなきゃいけないのかもしれないけども、この今の阿久津くんなんかこれあれだね、ちょっと細身だけどあと 2,3 キロ取ったらまた一つの一段とパワーがついて、そうですね、出てくるんじゃないかなと思うんですけど、あれ、ファーストパットが多分あそこに行ったんですね。あ、次がパーパット、はい、左、これ左の左です、はい、はい、左っきです。これ2オンしましたもんね、ですからバーディートライですね。うん、左の中略って初めて見た。あんまりないですね、羽川さんで見られた。羽川だけだね。これはほとんどまっすぐ来るのかな。さあバーディートライ、ほらまっすぐ来るのかなって見てた感じでね。ただ見てた感じで言ったのよ。はい、やっぱりそういうふうに見えるんだ、うん、ね。新田はパーでホールアウトフィニッシュです。もったいなかった、6にしたら全部またいったのにね。さあ17番グリーン嘉数
高橋。ついでこのグリーンのズボンを履いて黄色いシャツじゃないですけど、こういうのぐらいなのは普通のスタイルになるといいんだよね。うん、そうですね。ちょっと色合いとかね、はい、こういう赤いシャツでも何でも今ここにあるけど、はい、やっぱりそうある程度カラフルなあの色を着てね、見せ、はいはい、見せる、見られてる、見せてるんだから、うん、多少ないと自分の好きなカラー作ってもいいんじゃないかなと思うんでね。はい、ベテラン幼い守るなんていうのはあの非常に派手な、うん、ええ、だってあのズボンしか持ってないっていうんだから幼いその柄のズボンしかあの他にないのって言ったらないって何だったらそれしか買ってないって言うんですよじゃあお前お祝い事の時はあれは持ってますってあのタキシードは持ってます , 笑っちゃいますよね。ああいう人もいるしね、はい、いやいろいろですが、まあ、そのぐらいこうカラフルな方がいいですよね。そうですね、うん、やっぱ半分は自分をアピールするんだから、うん、いよいよ佳境に入ってまいりました。切れるように見えるんだな、うん、このコースだって28年前にまた切り一回来てるような気がするんだけど、はい、回ってなかったような気がする。ああ、なるほど。そうですか、うん、ただ印象的なのはこの18番のこれだけはもう忘れないですね。なるほどね。だから16番から18番来ちゃったの17番忘れてた忘れてる あったっけって感じなの実はこのパー3が17番だったんですが、うん、いやそんなもんですね。さあ平本バーディートライ。これ左に行きがあったり右に行きがあったり、このコースのレイアウトはすごい嫌ですよね。いいですよね、うん、だフック打つ人とスライス打つ人と両方こう嫌な思いするみたいな感じでね、はい、うん、来たか。あ、ナイスバーディー、ナイスバーディー平本、スコア一つ上げます。さあ欠かずが今日はずっと我慢しながらここまで来てるんですね。今はいくつですか。今3アンダーなんですが、1バーディー1ボギーでずっとイーブンで、ですからもう一つ2つスコア欲しいところなんですが、結構優しい子ですよね、うん、まあ、あの闘争心を、まあ、あの前に出す子じゃないかな。あ、話をすると非常にユニークなあの発言があって、はい、だからそれがゴルフに出ちゃってるんじゃないのかな。ゴルフはゴルフで別に考えないといけないね。自分の勝負ですからね、はい、お父さんとまっすぐ打てるかとか、はい、ああ打ててないな。さっきのあのこ手前から打ったやつまっすぐ抜けたね、はい、見ちゃってるから、こねようと思ってくそーと思わないとダメだよ。どうしてなんだろうって考えてたんじゃん、うん、やっぱり打ってなかったからなとかね、いろいろこういうふうに、ね、しないと、はい、前進がないよね、はい、もう少しで最終組が17番に来ますね。そうですね、まもなく17番に最終組やってきます。13、14まで行っちゃったらもうだ、ね、追いかける方もあんまりこうなんていうのエキサイティングに攻めないやね、うん、2位の人もそうでしょ、はい。さあ17番いよいよやってまいりました。最終組、これが佐藤選手です。佐藤太平、13アンダーの、はい、はい、12に下げましたね。15番でボギー、したがって12アンダ ー15番は結構長いミドルホールなんですよね。はい、だんだん思い出してきたよ、はい、まあ、まだね16番のスコアが入ってないんで。そうですね、はい、15番はパー3ですね。15番パー3で16番が長いミドルですね。16番でボギーした、はい、なんかこの15番のパー3ってまだ覚えてないんだよな。うん、さあ優勝、今年の2勝目を捉えるところまで来ている斉藤太平、佐藤太平。小野田10やってると、ああ16入りましたね。両方パーパーです。はい、ああそうですか、はい、16番終わって4つか。そうですね、
小野田選手からですかね。小野田から。まあね、こうやったっていいセッティングの中でいいことをすれば、はい、ね、はい、いいなりにこのなんていうのご褒美が来るけど、一つつまずくとこういう山岳コースの一方続のコースってのは難しいですよね。うん、おお、また随分ボギーもいいけどバーでもいいね。そうなんですね。ね。体が浮かってますね。はい。いいところだね。いいショット。いいショット。はい。さあ岩本洋介。何？通風力みたいな。何これ。いやこれアベマ TV ツアーズで、はい、その個性的なエピソード。はいはいはい、そんなものをちょっとまとめて。じゃあ通風なの？いやどうなんでしょう、聞いてないんですけどね。通風になっちゃいけないってビクビクしてるところね。予算値が若干高いのかもしれませんが。あら、そんなこと考えてるから何？そうなんですよ、ね、スタートからちょっとつまずいたんですが、うーん、まあ、右ですよね、あ、うん、この左側に切りたかったんでしょ。はい、分かった分かった。ちょっとこうくれてるとかね、はいはい。さあそして佐藤大平、現在12アンダー。マシンガントークよく喋りますよ。はい、はい、こっちの出じゃないですか、兵庫県だから。はい、そうなんですよ、地元なんですよね、うん、宝塚の出身 で、 で水上高校行って、うん、で東北福祉と、うん、はい、やっぱ福祉は結構競争率激しいですからね、うん、多いですね。やっぱりあのいい、あの強い学校行くとそれだけ強い選手が出てきますよね、やっぱりね。もう思い切って振ったね。まあ良さそうですね。うん、もう安全だよ。はい、まあ、追いかけてんじゃなくて逃げて、逃げてんだもん、うん、逃げてるってんじゃないんだけど余裕ですよ、もう、はい、うん、まあこの段階で4ストローク差、うん、2ホールでね、小野田にとっては非常に厳しい状況にはなりましたが、もちろん最後まで諦めないでやってほしい、うん、まあ、バデバデと行く感じでも、はい、ね、普通ストロークあるから、うん、その辺はちょっと、まあ、楽って言えば楽だけどやっぱりある程度攻めてないと、うん、ボギボギとすぐ行くからね。そうですね、うん、で実は前その佐藤が優勝した時も、うん、その小野田とのやり合いだったんですよ。ああ、そうなの。ですからその小野田は今回は、はい、リベンジしようとした、だけど先行されちゃってダメだったんですね。確か佐藤が昨日8アンダーだったよね、はい、で6でしょ、はい、その差より広げられちゃったんだ。そうなんですよ、うん、で佐藤君にとっては小野田君は間に合いやすい相手だから、いつでもあの争いしたら勝てるかもしれないと思われちゃいますよこれ、はあ、そうですね、うん、お得意さん苦手、負け癖ってつけたくないですよね、うん、これでもうホールインワン賞はないのか、はい、最後の組。そうですね、あ、そうですね、全ての組が17番を終えましたんで、ね、うん、ティーショットを終えましたんで、田島君ホールは何回してるの？14回してます。おお、多いね。あの最後はあの東海クラシックの最終日に三好の16番でやったんですよ。すごいですよね。600万だか500万だか。500万ですだよな。はい、お前大きいとこだけやったんだ。それから出てないです。あ、そう、はい、会長は何回ですか？俺は18回。18回、うん、18回です。青木さん18回です。はあ、だけどね、それもね、サントリーオープンって昔あったんですよ。はいはいはい、あれが第1回目がね、あの明日からの600で始まって、その前に飯能にいた時に3回やったんですよ、はい、その明日がの、インコースから出てね、12番のショートホールで入ったの、はい、あれからトントン拍子で10年ぐらいで10回ぐらいやったんだよ。出る時期ってやっぱあるんですよ。あるね。はあ、そうなんですか。でその他にヨーロッパでもやったし、はい、ウェントあのイギリスでもやったし、いろいろあるんですよ。はあ、家をもらったり車をもらったり、お金をもらったり。ただだったのが練習してて2回かな、2回か3回だけです。
あと全部賞金、うち、車、はあ、全部もらったんですよ。だけどあと田島君もそうやってやってんだからやっぱりショートメーカーだったんだなお前も。いやいやそんなことないですよ。もうあの僕はゲリラゴルファーであのいろんなとこいろんな道からもう頑張って外から入れたり寄せてパー取ったりそういうゴルファーです。俺なんかもどっちかっていうともうここのところはフック打っちゃダメだっていうところフック打ってってバックスピンかけて入ったな。あったね。あんまりまっすぐ行ってコンコンなんて綺麗なあのホールインワンだったら数少ないんじゃない、うん、そうですか、うん、いやそれでもまあ18回という、うんうん、歴史であります。さあ少し距離がありますがバーディートライ宮本大きく打ってきたね。どうだ、うわかすめた。うん残念ですがちょっとここまでオーバーパーしてるからなんとなくその気合い乗りしてないのかな、うん、ボールにね。そういうのありますよね。ありますね。さあ17番岩本はパーで終了。気合い入ってるとあれでもポッコンなんてあの当たってまたいでいくときあるからな、うんうん、さあトーナメントリーダー佐藤太平4打差でトーナメントをリードしています。これパーで相手が入って3ストロークだと面白いな。あそうですね、うん、ここで入れてダメ押しするかどうか、うん、さあバーディートライ打ちたいけど、うん、どこまで行くか分かんないけど慌てたりしてあるよな。もう先が見えちゃってるから、はあ合わせてます ね、はい、安全運転でしょ、ね、安全運転ですよ、はい、佐藤はパー最終ホールへ向かいます。12アンダートーナメントリーダー入れて3つにすると面白いんだけどな、うん、さあどうでしょうか。小野田がここで入れて9アンダー3打差で最終ホールへ、うん、ティーショット次第よね、はい、バーディートライ。これであれですよ、合わせているようじゃダメだよ。オーバーしなさい。どうだ。いい、そのぐらい、そのぐらい、この次につながるよ、それなら、はい、うん、やっぱりあそこで合わせてこう2パットできるやつ、次につながらなくなっちゃうね、はい、やっぱりね。気持ちの表れをやっぱり作っておかないと。佐藤はすでにパー12アンダー、小野田沈めてパー。さあ4ストロークの差を持って最終18番へ向かう佐藤小野田。やっぱこれはあれかな、小野田君はどっちかというと先行に見切りが高いかもしれない、うん、ね、そうですね、どっちかというとあまりバーで出てないし、佐藤君の方がバーで出てもボギー出てもやっぱりこうだけ攻めてるってことですね、はい、さあ18番ティーングラウンド、これが最終組、前を歩く8アンダー、後ろから12アンダー、小野田、佐藤、さあ平本のセカンド18番。アイアンですか。アイアンで思いっきり振ってきました。おお、いいところ。ああ、いいとこ来ました。もう一人ぐらい出んのかな、イーグル。はい。イーグルチャンス。これはかかず。もう当然狙ってきます。高橋。つま先下がり、さあどうか、来るんじゃない、
うん、うわー来た来ました戻る戻る戻って寄っていくイーグルチャンス、はい、イーグルチャンスすでに4人のイーグル欠かずのセカンドなんとか最後見せたいですね。今日は我慢のゴルフ。最後爆発を見てみたい。さあどうだ、うん、良さそうですねこれも。おショートサイドこれもつけてきた、うん、ショートサイド、ね、さあ下からの方が少し打ち上げたからいいかな、ね、はい、3人ともイーグルチャンス、ね、そうですね3人ともイーグルチャンスを迎えて、そしてこちらは首位争い4打差で追う小野田がどんなティーショットを打ってくるか。まあ追いかける方が3ボギーなんですけど、はい、もうちょっとバーディーの数があるならいいんだけどねと思うんだよね、やっぱね。なるほど。もうだから最終日に追いかける方はボギーしちゃダメなんですよね。あ、うん、追いかける人はね。なるほど、うん、相手のボギー待ちみたいな感じでいかないと、うん、さあフェアウェイ右、うん、しっかり攻めてきましたね、はい、うん、そして岩本、去年の伸びるファイナルのチャンピオン。あまりも気が乗ってませんねちょっと。わお、いやこれは、ま、刻むのも難しいよ。難しいカーブですね。ね、うん、池越えるのもちょっと大変なラインに止まっちゃいました。うん、さあ、アゴに近いしね。今シーズンアベマ TV ツアーの2勝目なるか。今日はボギー一つだもんね。5つのバーディーとボギーが一つ。前半は34、12アンダー。佐藤大平。どうだ、思い切ってまずいいですよ、うん、これは、うん、あーよく飛んでる、あー飛んでますね、うん、安定しているフェアウェイ真ん中。さあ今日はですね、逃げる方には楽だったですね。あ、 なぜかというと曇ってるし風もないし、はい、攻める方はどんどん行かなきゃいけないんですけど、うん、そう簡単にバーネ取らせるピンの位置でもないしね、はい、うん、これ見てるとこのピン の位置は田島くんやったんじゃないの。いやいや違います、あの私ではないです、うん、はい、やっぱ田島流特徴ってのあるんですか。いや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 、うん、いや田島くんだとね結構えっていうところたまにやるんですけどね。今日はあの面白くするためにやりましたとかねやるんだけどね、割と冒険心を煽るような、はい、そうだけど攻め切った人にいい、あね、そう、いい攻めた人にやっぱりご褒美が あるように。だからこうね、セーフティーに打ってるだけだと、はい、なかなかスコアが伸びないようなロケーションは心がけてます、うん、はい、なんか今日セブンアンダーぐらい出たのいたって言ってましたけど、今日は、6アンダー、セブンアンダーいますね、2人います、2人います、なんか言ってましたよ、ソエダと鍋谷、うん、セブンアンダー出たけどトータルでは2アンダーですね。あ、いや、はい、じゃあもう開き直ってもう息切れいったんですね、うんうん、そういう人もいますよね中にはね、はい、今日は2アンダーパーが非常に多い、うん、総合的に見ますと。さあ3人ともにイーグルチャンス、かかずはこれ入れると5位ぐらいになるのかな。そうですね、4になるとね、5アンダーで4位タイグループですよね、はい、すでに4人のイーグル、
この佐藤君ってのはどっちかというと見た目ちょっと見た目するとあの時松に似てんねね大変、はい、佐藤大平ですか、うん、佐藤大平っての、これが平本、いよいよこれはちょっとフックするんじゃないのかな、うん、意外とそうですね、あのねみんなの、うん、あのマークを飛ばさないってことはほとんどまっすぐかな、まっすぐに近いと思います、うん、私はあの見た限りあのマークの上ぐらいかなと思ったんだけど、はい、ま、何でも勘ですからね、うん、さあイーグルトライ、スライスに見えるみたいですよ選手は、あ今打ってる選手たち見てると、うん、スライスに、そうスライスに見えるんですよ、うん、スライスしないよね、そうなんです、あいやさっきね食堂からこうでライン見たの、ただ少しこう小さい尾根があって、うん、大きい尾根に変わるところのちょっと右側だから、あもうこっち行くに私は見てたからね、はい、スライスに見えるんだこれ、さあまあその現場で行ってみないと分かんないけどね、ただ私がそうやって見た限りではフックするように見えただけで、うん、さあ嘉数照道はこの位置からイーグルトライ、2つスコアを上げて5アンダーであれば4位タイグループ、さあ今日のフィニッシュ、こうなってくるとこれはフックじゃなくてフックなんですよ、フックなの、はい、傾斜がちょっとこう尾根の方から来てるので、あそっか、意外と曲がるフックですね、だからこうやってじっとあのスコアが動かない人ってなかなか入んねえんだよね、あなるほどね、なるほど、入ってればこういうのでもゴーンと来るんだけど、うん、ワンバーでワンボギーで打てないでしょそんなに、どうだほら、あとちょっと打ってたら入ってるっすね、いや本当だから見えてても見えたところに行ってないんじゃないかな、うん、本人も悔しそうな表情です、これもイーグルトライ、今あのイーグルパッと打った人のライン見てて、はい、まっすぐ打てるかどうか、はい、平本の見てますから ね、はい、さあすでに4人のイーグル達成者が出ています、うん、今日、ただ人の見ててもね自分の打ち方に合わせられるかどうかね、うん、それだけなんだよね、はい、うん、自分でライン作れるかですよね、うん、自分の打ち方のラインできるかどうか、どうでしょうか、来るか、来ました、5人目のナイスイーグル高橋 10×5 10足す5でもいいですいやこれは5人目のイーグル、ナイスイーグル、はい、ですよね、やっぱりこういうところに賞金かかってるってので、ね、稼げるのとまた別に違いますからね、はい、そうですね、バーディートライ平本バーディーフィニッシュ、高橋イーグルフィニッシュ、気分いいフィニッシュになりますだね、そして嘉数バーディートライ、嘉数も結構ややこしい場で1人じゃないこれ、はい、ちょっと緩むとプッと右行くとですね、うん、4アンダーに上げれば7位タイということになりますが、さあナイスバーディー、バーディーフィニッシュ嘉数、したがって7位タイですか、そうですね、4アンダーに上げました、7位タイでフィニッシュ、平本高橋嘉数が競技を終えました、さあ残るは佐藤大平そして小野田、
この競い合いは4打差で18番のセカンド。これ今見えてる、ね、あの蓋が225ヤードエッジですね。あれが、はい、ピンまで231ヤード。ピンまで231ヤード、ユーティリティぐらいですか。そうですね、クリックですね。クリック、クリックですか。559をクリックで打つんだからね。クリックで、うん、もうセーフティー、サードだ。セーフティーに打ってきてますよ。うん、ナイスオン。もうこれで決まっちゃったね。はい、これ決まりです、ね、言っちゃいけないんですけどまだ何かあるだって言っても、いや4つのうちに片一本ツーンしてんだんだ。じゃあ、あえて言います。まだ何があるか分かりません。これちょっと違いますね。これ言っちゃダメですね、やっぱり。ダメですよ、それ言っちゃダメですよ、セカンド入ってスリッパ出してもまだ一つある。そうですね、そういうことですよね。だから意外にこの貯金っていうのはいくつあっても分からないかもしれないっていうのはそのことなんですよね、はい。さあ、橋を渡ってグリーンの方向へ。第12組見事に戦ってまいりました佐藤大平、12アンダー。2人は刻んじゃったんですか。2人は刻んでますね。あ、そうです、そのようですね。追いかける方が刻んだんじゃダメだな、うん、まあ、でも今小野田選手もね、賞金ランキング12位なんで、はい、うん、まあね、ちょっとそういうところも考えたんでしょう、ね、うん、おそらく、うん、無理する必要ないって、はい、残りあと3戦ですからねあ、そうか、アベマ TV ツアー。そうなんですよ、はい、これやっぱり20位台にしっかりと入っておくことも、うん、ベスト10に入っておくからね、はい、そうですね、10位台に入っておけばね、ほとんど前半戦の出場権は得られると思いますので、うん、ランキングがあるからね、はい、これ単独2位で終わりますと、このままトップ5 、はい、トップ5に入ってきますね。トップ5だったらね、あと3戦。3戦です、うん、はい。我々のシード選手争いじゃないけど、決まってから決まってくるほどゴルフできなくなったね目先が見えてくるとね、はい、あ、さあ、岩本第3打、まあ、傾斜に当たってスピンが、そうですね、勢いがついちゃいました。うん、スピンかかってるからね、はい、残すところ石川遼エブリワンプロジェクト、そして太平洋クラブチャレンジ JGTO ノビルファイナルと、あと3つを残すのみ、うん、小野田貴也、まあ、この今だって3位は6ですか、6アンダーですか、はい、3位は、ね、7アンダーです。7アンダーですか。ハンリーが来たんですよ、はい、おっと、これはおお、もういいショットですね。これなら2位は確定しましたね、はい、釣り場出しない限り、はい、さあ、今シーズンアベマ TV ツアーの2勝目はもうすぐそこまで来ています、うん、佐藤大平、まあ、して勝ってる人は通してますからね、はい、まあ、これも狙ってきますよ、多分ーイーグルを。そうですか、うん、イーグルチャンス佐藤大平、今年の6月ダンディックチャレンジで勝って、そしてこのエリートグリップチャレンジ、なんとも美しい風景に溶け込みそうな。もう400万が出てんだ、はい、700万いくわけだ。18番ホール、ね、グリーンサイドからの映像、ね、300万でしょこれ、270なので、うん、697万までいきますね、うん、はい、はい、優勝賞金270万円現在の大会で佐藤が427万6147円、うん、この佐藤君は結構体大きいの、174センチで72キロというのが一応登録なんですが、うん、なんかがっしりはしてる感じはしますよね。そうですね、はい、うん、あとはどちらかっていうと、やっぱりこの何ですか、飛ばすものになっているんで、少し下半身が強くなっていいかもしれない、うん、まあ、ちょっと上体が回ってるからまだいいけど、これが回らなくなってきた時、下半身が強くないとダメですよね、うん、ゴルフはすごくステイディーに見えますけど、はい、
2015年に韓国で開催されたユニバーシアードで日本の金メダルに貢献しました。やっぱり経験した人ってのは、はい、勝ち始めるとそういう勝つ負けるの味が知ってますからね、勝つ味ですね。さあ静かな中で18番、イーグルチャンスでイーグルで締め切ったりして締め切ったりして、いやでもありますよね、あり得るよね、すでに5人のイーグル達成者が出ている今日、6人目になるか佐藤太平。どうだ、打ち切れなかったね、早いの分かったら打ち切れませんよね、はい、イーグルは逃しましたがバーディートライ、もうアベマ TV ツアーの今シーズンの2勝目はほぼ手中にしました佐藤太平。顔なじみになったんじゃないですか。そうです ね、 ね、うん、このアベマ TV を通して見ているファンにも定着しそうな佐藤太平、そして岩本、これ入れるとベストに入るんじゃない。さあバーディートライ、お入れた、入ってきました。この一打が大きいですよね。大きいですね、ナイスバーディー、うん、陽気に届けてますね。12位だったやつ、はい、ね、9位タイグループ。そうですよ、はい、ベスト10に入ってますよね、はい、さあよく追いかけたんですが、そして放送席で昨日もなんとか雪辱を果たしたい、そう語って今日出ていった小野田ですが、8アンダーイーグルトライ、失礼、バーディートライです。第3打オーケ ー、 ナイスバーディーです。ナイスバーディー、まあ、やっぱ負けは負けでも一つでも縮めておけばね、はい、うん、まあだけどやっぱりこうやってやって見てるといい人っていうのはリズムよくいいスコア出してるね、はい、うん、小野田は9アンダーフィニッシュ、そしてギャラリーも見守る中、佐藤太平12アンダーからバーディートライがウィーニングパット。見事にバーディーフィニッシュ、13アンダーで完全優勝、アベマ TV ツアーの第9戦2018エリートグリップチャレンジゴルフトーナメント勝者チャンピオン佐藤太平であります。いやー、青木さん、うん、いかがでしょうかこの勝利は。もう本人にはすごい自信になりましたよ、はい、これでもう大体あの何ですか、来年からレギュラーチャンピオンに出られるっていうのも確信したでしょうし、はい、これからがこの今度4日間のゲームのプランを作んなきゃいけないし、はい、そういう意味ではすごくこう体力のいる、うん、あの試合になると思うんで、その辺も考えながらこの後次の参戦、はい、頑張ってほしいですね。さあ田島さん、いかがでしょうか。いやーでも本当にこう、ね、海外の試合で戦って、うん、まあ、凱旋するような形でアベマ TV ツアーに来て、はい、ランディック勝って、はい、エリートグリップチャレンジも勝って2勝目、はいはい、でこれでおそらく上のレギュラーツアーにね、うん、上がっていくと思いますので、はい、まあ、来年の活躍も期待しますし、彼のゴルフのスケールはもっとその外へ行って、はい、くれると、うん、なんかこう信じてますん で、うん、ですね、ぜひ頑張ってほしいなと本当に強く思います、はい、まあ、青木さん、あの一つずつステップアップしながら、世界をやっぱり目指してほしいです ね、 やっぱり海外に行ったことに対して、うん、無駄にならないようなゴルフを自分で身につけなきゃダメですね、はい、また新しいヒーローがね、はい、誕生という形になりました。海外ってのはなかなかこのなんていうの受け付けてくれませんからね。さあ、青木勲会長にはこの後表彰式というお勤めがございますので、はい、長々本当お付き合いいただいてありがとうございました。貴重なお話をいただきました。いや楽しかったです。ありがとうございます、はい、ますますお元気で、はい、またお目にかかります、はい、青木勲会長でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで2018エリートグリップチャレンジファイナルラウンド最終の成績をご覧いただいています。今シーズン2勝目を挙げました
佐藤大平13アンダー、見事なゴルフでした。そして必死に追いかけました小野田孝也9アンダー、第2位。そしてハンリーが、田島さん、また戻ってきました。いやーすごいねえ、ね、667766、はい、見事な第3位ハンリー。そしてレフティー新田昭弘、梅山智弘、小斉平優は5アンダー。この小斉平も立派ですね。いや最後イーグル締め、もうね、もうね、若い人がね頑張ってくれると本当、嬉しいですよ。はい、うん、欠かず4アンダー、最後一つバーディーで見せてくれました。以下ご覧のような平塚哲司も第9位タイ、9位タイで、和田翔太郎も9位タイ、中西直人が15位タイグループということになりました。ベテラン星野秀正は24位タイグループ、そして内藤弘太郎は32位タイグループ。ベテランも若手も交えまして素晴らしい大会だったというふうに思いますが、さあ千恵さん、どうでしたこの大会は。はい、いや佐藤選手強かったですね。ね、強かったね強かった、はい、前回の勝利を見たんですよね、目の当たりにした、見ました、はい、やっぱりその強さがここでも発揮されたんだと、うん、いうことですよね、はい、あくまでも美しく、そしてさまざまな冒険心をかきたてるこの素晴らしいコースで、見事に佐藤が今シーズンアベマ TV ツアー2勝目を果たしています。7233ヤードパー72の中にさまざまなドキュメンタリーがありました。ゴールデンバレーゴルフクラブ、雨はすっかり上がって表彰式も外で行えるような状況かと思います。昨日は本当に一時はどうなるかというような思いで心配はしたんですが、いい形で田島さん、あれですね、祝福できる状況ですね。いい試合だったしね、本当にこのコメントでもね、皆さんたくさんの応援をいただきまして本当にありがとうございます、はい、またね青木さんに向けてのね、コメントだったりとか、はい、そういう質問だったりとかも本当にありがとうございます、うん、ただやっぱりこう最終日ってね、はい、試合展開があるので、こうね、コメントにもありましたけど、空気感を読んで、こう出さなきゃいけないちょっとね、葛藤だったりとかもありましたけど、はい、まあ青木さんもああいうこうゴルフに、ね、向いてるときはちょっと怖いですけど、はい、でも解説してるときの青木さんはもう本当に話が好きで、私も勉強することがたくさんあるので、そうですね、はい、ちょっとね静かにしてましたけどでもちゃんとね横で話を聞いて勉強しておりました、はい、ね、大西久光さんとか、はい、青木功さんとか、まあレジェンドですよ。ですからそんな方の話も聞けて、そして若いフレッシュなね、はい、また時代のスターたちが思いっきりこう振る、うん、そしてゴルフに挑む姿、はい、なんとも言えないこのアベマ TV ツアーの良さが全て発揮された大会だったような気がしますね、はい、うん、青木さんのお話楽しかったです。ですよね、はい、いや、ね、楽しいですよ、はい、うん、まあ ね青木さんゴルフ始めたきっかけ言ってますけど、はいはい、昔芋ちゃんと掘って、はい、それ売って、はい、1個50、いいやつだと50円で売れるから、はい、いい砂だと、はい、いい自然薯ができて、それを50円で売って俺はそれ売って生活したんだよって言ってましたからいやだから時代がなせる技でね、うん、もうその話がとっても楽しくて、はい、おそらくこのアベマ TV を一昨日からご覧いただいた皆様方にもこう手応えのあるそんな感想を持っていただけるんじゃないかなというふうに思います。さあ残り3戦となりました。次回のアベマ TV ツアーは10月4日から栃木県のロイヤルメドウゴルフクラブで開催されます石川遼エブリワンプロジェクトチャレンジゴルフトーナメント、こちらもまたお楽しみにということですね。初日2日開設予定です。あ、そうですか、はい、ちょっと3日目はちょっとまだ分かんないんですけど、はいはい、じゃあまた田島さんも、チェイさんも行くんですか。私は行けないですね、この週末。あ、チェイさん、すいません、すいません、すいませんまあでも今回は急遽ね、はい、九州から参戦してくれて、はい、どうも、ありがとうございました。ありがとうございました。まあでもこのフレッシュな人たちのアベマ TV ツアーを、はい、チェイさんもね、しっかりまた伝えてください。はい、ね、それを期待しております。はい、雨がひどかった昨日から、今日もスタートの時には雨も残ってましたけれども、先ほど梅山選手も言ってましたが、
やっぱり明日どんなプレーをしようか、で大自然がどんな味方になるか敵になるか、そんなことをイメージしながらね、18ホール、この素晴らしい改めてスポーツだなというふうに田島さん、ゴルフしたいここでやっぱりねそうでしょう、あそう思いますね。いや青木さんご自身も1990年に、優勝してそれ以降回ってないよ、ここもう一回回りたいなとおっしゃってました。さあそして今放送席に佐藤大平選手が来てくれました。さあマイクをつけます、今スタンバイします、喜びの表情、うん、いやーにっこり微笑んで、もうねいっぱい喋って、はい、テレビで見ていた今まで実況をしていた佐藤大平選手が今来てくれました。まずおめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。素晴らしい完全優勝ね、はい、まず今のお気持ちを伺いましょう。疲れました気が多分ねすごい張ってたと思うから、そうですね、多分そのね見てて青木さんもさっき解説で話してましたけど、はい、こうセーフティーに攻めようとすると逆に多分難しくなると思うんですよ。そうですね、だから自分の中でね本当に攻めてたと思うので、うん、マイホール攻めるのはね本当にきつかったと思うんですけど、最後のねセカンドショットも本当見事素晴らしかったと思います、ね、どうでしたか攻めながら今日の18ホールというのは。正直ちょっとあんまし覚えてないんですけどそれぐらい夢中だったんですよねやっぱり。そうですね、結構、まあ、コースがタフなんで、ちょっと前のホールのことを思い出すよりも次の一打一打っていうのがすごいあったんで、とりあえず疲れました。そうですか、追いかけてくる小野田選手のことはどういうふうに意識してました。そうですね、やっぱりランディックの時前の時も、すごい攻められたんで、はい、まあ一回勝ったんで、はい、もう一度勝ちたいなとは思ってたんで、その再現ですもんね、でもね、はい、で向こうはもちろんこの放送席で負けたくないんだと今度はっていうふうに言ってたんでね、はい、いいですよねそういう、こう熱いのがねぶつかり合ってこう出せるのが、はい、このアベマ TV ツアーのすごいね、いいところだと思うので、でご存知なかったと思いますけど青木功会長がずっと解説してくれましたんで、一度見逃しを再生して、はい、どんな風に自分を評価してくれたのか聞いてみてください、はいね、はいはい、さあこれでアベマツアー今年2勝ですから、もう言うことはないんですけれども、はい、まだ3戦ありますから、はい、どうぞ欲を出してください。そうですね、まあはい、もちろん、優勝を狙っていくんですけど、うん、はい、やっぱり賞金ランク1位っていうのが僕にとって一番大事だと思うんで、うん、はい、まああんまし、攻めすぎず、うん、まあ、自分のゴルフをできればいいなと思います。そうですか、はい、あとねこれ、まあ、オプションなんですけど、うん、はい、多分もう1勝すると、はい、上のツアーに自動的に昇格するので、はい、あ、そうですか、そんなのあるんですか。ありますよ、3勝すると、はい、その年の3勝者はその年のシード権、はい、翌年か獲得できるんです、その、はい、年から翌年のシード権が、はい、なのでもう一勝すると秋のでかい試合に行けますよ、はい、とりあえず頑張ります。魅力的ですよねただ青木さんも言ってましたが、これから3日からもし4日のツアーということになればそれなりの準備も必要になっていくんだよ、はい、っていうおっしゃってて、だから大変だよみたいなことをおっしゃってましたからね、それも肝に銘じながらってことになると思います、はい、最後に1個聞きたいんですけど、はい、まあ、これがまた PJ ツアーチャイナも何試合か出る予定ですか、はいはい、これからは。本当は出たかったんですけどちょっと予定が変わる、変わりますよね、うん、そうですね、まあ、嬉しい悲鳴といえば嬉しい悲鳴ですし、はい、あとやっぱりこう PJ ツアーチャイナで戦って多分すごくクオリティの高いコースと、まあ、4日間の試合ということでいろいろそこで成長した部分があるんですけど、そういったところで、まあ、今若いですし、はい、これからまたねこの年下の選手がどんどんこう外に行ってほしいっていう思いも気持ちもありますか。はい、あります。やっぱり僕はずっと海外に行かせてもらってすごいいろんな経験をさせてもらってゴルフがすごい成長してると思うんですよね。やっぱりそういうのって海外に行ってみないとわからないことって多いじゃないですか、はい、やっぱりそういうのにはトライするのはすごいいいことだと思います、はいはい、優勝してる人が言ってるので、うん、本当にこれからねアベマ TV ツアーを目指す人ゴルフやっていく人、はい、どんどんね日本だけじゃなくて外に目を向けて若いうちにいろんなものを
触れてください、うん、佐藤大平選手みたいに。そうです、ね、どん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 上に上がっていけますから、はい、ぜひよろしくお願いします。最終的にどこまでいきましょうかゴルファーとして、プロゴルファーとして、うん、やっぱり、僕の大先輩の松山さんに、はい、まあ、勝つまではやっぱりまだ言えないですけど、うん、同じ舞台に出れるように僕は頑張っていきたいなと思います、うん、そうですね、固い意志を感じました、はい、眼差しにそれでは最後に応援してくださった皆さんに、感謝の気持ちをどうぞ、はい、3日間ありがとうございました、僕が優勝できたのも本当に家族や、サポートしていただいているメーカーさんや、企業の皆様のおかげなんで、まあ、この感謝の気持ちを忘れずに、まあ、自分のゴルフを貫いていきたいなと思います。これからも応援よろしくお願いします。はい、ということで改めて2018アベマ TV ツアーの第9戦、2018年のエリートグリップチャレンジゴルフトーナメント優勝、佐藤大平選手でした。おめでとうございました、はい、それではどうぞ表彰式を味わってきてください。ありがとうございます、ね、今シーズン2回目の表彰式です。はい、ありがとうございます。ただいまご紹介に預かりました株式会社エリートグリップの岸本と申します。選手の皆様本当にお疲れ様でした。そして、ギャラリーの皆様、ボランティアの皆様、特務社長をはじめとしたゴールデンバレーの皆様、そして青木会長をはじめとした日本ゴールデンチャンピオンの皆様、本当にありがとうございました。皆様のおかげで、今回8回目を迎えたエリートグリップチャレンジ無事に終了することができました。昨日はですね、非常に強い雨で、プレーも遅れたりするのかなと心配して見ておりましたが、本当にゴルフ場の皆様の尽力のおかげで無事に3日間競技する成立することができました。本当にありがとうございました。私たちはゴルフのグリップメーカーなんですけれども、今回出場していただいた中で約 40% ぐらいの使用率があったと言っております。ここまでのグリップメーカーになれたのも選手の皆様が使っていただいて、
そして活躍していただいているおかげだと思っております。本当にありがとうございました。そして優勝されました佐藤選手、本当におめでとうございます。またリグラーツアーで活躍できるようになっておりますので頑張ってください。私たちはですね、これからもより良いグリップを作っていくことはもちろんなんですけども、今までにゴルフ界になかったようなことをどんどん変えていけるような行動をとっていきたいと思っております。これからもエリートグリップのことをよろしくお願いいたします。簡単ではございますが私のご挨拶をさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。佐藤太平選手、優勝おめでとうございます。通算13アンダーという素晴らしい成績を収められました。本当におめでとうございます。大会期間中はエリートグリップ様、アメマ TV 様、日本ゴルフツアー機構様、そして大会関係者並びにボランティアの皆様の懸命なご努力により無事大会が成功裏に終了いたしましたことを心から感謝申し上げます。大会の開催に際し日本ゴルフツアー機構様には選手が持てる技術を存分に発揮できるフェアなセッティング、そして同クラブのコースレート 77.4 を生かしたチャレンジスピードをかきたてるセッティングをお願いしておりましたところ、2日目の雨天で選手にとりましてはとてもハードな状況になったということにもかかわらず優勝スコアが13アンダーということで思い描いていたエキサイティングでハイレベルの大会となり大変嬉しく思っております。私ども神話ゴルフグループはプロゴルファーにとってはトーナメントにふさわしい攻め応えのあるコースを、そしてアマチュアゴルファーには美しく楽しめるコースをご提供することで魅力ではございますがゴルフ界に貢献してまいりたいと思っております。本日は誠にありがとうございました。お疲れ様でした。またエリートグリップの会長、8年間もありがとうございます。やっぱりこれ8年っていうことはもうあと2年や10年ですから長くお願いします。それと国防社とコースを提供していただきましてありがとうございます。とにかくここに今いる人たちは来年はレギュラーツアーに来て騒がしてくれる人たちがここに今6人いるけどその後何人だろうな、とにかくこういう新しい人たちがここで13アンダーって素晴らしいスコア出るんだね。俺たちがここで28年前にここで三菱ギャラティブやったのワンオーバーだよ。俺が立ったんだけど、それからすると28年間でこんなにいいスコア出るコースになっちゃったの。寝てるんだよ、ま、だからやっぱりクラブとボールの道具が良くなったんでみんなただ単に打つだけで来ててこんないいスコア出るんだったら俺ももうちょっと今原点に戻りたいな。まあとにかく本当に13アンダー素晴らしいね。まあそういう意味では今度今今日は3日間だけど今週はレギュラーツアー4日間だからね、もう1日あるんだから明日授業オーバーしないでよ、もしやったとしたら。まあとにかくいろいろこのここに今来ている人たち顔見知りがいっぱいいるんだけども、この中に入れなかった人はこの次あと3試合あるから頑張ってね、最終的に取手国際で最終戦があるけどその時もまた行きますけども、その時にこの川堀の違った人たちが来ればいいなと思って、もっとこう技術を競い合ってスコアを競い合って自分たちのためだから自分たちが盛り上げていってほしいなと思います。まあとにかくここのコース、昨日の雨も見てたんですけど何してこんな、なんでこんなにいいグリーンができたのかなって言って、先ほども言いましたけどやっぱり国防社長はゴルフ一辺倒でゴルフが好きだということでこういうふうにいいグリーンを作ってくれたんじゃないかと思うんですけども、我々の時にもうちょっと柔らかいグリーンだったらよかったんだな、あの時も硬かったよね。まあとにかく本当に皆さんのおかげでこういうチャレンジツアーが成り立ってます。まあそれとボランティアの皆さん何人いるんだか手を挙げてみてください。こうたくさんいますね。やっぱりあなたたち の力がないとできませんので、いろいろとまた協力お願いしますね。本当ありがとうございます。まあとにかく今年ここであと8回目のエリートグリップチャレンジトーナメント終わりましたけど、また
来年も再来年もいろんな意味でよろしくお願いします。まあ、とにかくあんまり喋ってもあれなんですけど、表彰式お前たち疲れるからな。まあ、とにかく勝った佐藤君は来年は夏へ行くけど頑張りなさいよ、ね、負けた人たちはアセントしてないで、あ、君たちも頑張るように やってね。本当この今週1週間、まあ3日間だけどお疲れさんでした。本当にありがとうございました。失礼しますよ。それでは優勝されました佐藤大平選手より優勝スピーチをいただきたいと思います。佐藤選手お願いいたします。皆さんお疲れ様です。まずはじめに主催していただきましたエリートグリップの軽部会長、下社長、本当にありがとうございました。特別協賛の新和ホールディングスの国分社長、ありがとうございました。このような素晴らしいゴルフ場を提供いただきました、ゴールデンバレーゴルフクラブのコーススタッフの皆様、本当に味方ありがとうございました。ボランティアをしていただいた、皆様、ギャラリーの皆様、アベマ TV をご覧いただいた皆様、本当にありがとうございました。僕は今季2勝目なんですけど、まあ、この結果に満足することなく、まあ、自分のゴルフを突き通して賞金を目指して頑張りたいと思います。今日はありがとうございました。佐藤選手、おめでとうございます。もう一度盛大な拍手をお願いいたします。以上をもちましてエリートグリップチャレンジゴルフトーナメント表彰式を終了させていただきます。皆様ありがとうございました。最終ゴール、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